カフェのコーナーです。今週は衝突安全についてお話を伺っていきたいと思います。お話を伺うのは富士スバル富岡店の野口大輔さんです。野口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、野口さん、はい、スバルは車作りから万が一のための万全な備えを行っているようですね。はい、スバルは最初の量産車であるスバル360を発売した60年前から、車が持つべき基本性能の一つに安全を据えてきました、まだ衝突安全という考え方そのものが浸透していなかった頃から歩行者保護を含めた独自の衝突安全試験を実施していました、スバル独自のその設計思想、安全思想はもう60年前から生まれてたんですね。はい、そして、この車作りに込められた思いっていうのはもう世代を超えてですね、今に受け継がれて進化して、そして今では日本だけじゃなくて、はい、世界でも高い評価得られてますね。そうですね、はい、おかげさまで世界各国の安全アセスメントで高い評価を獲得しています。では野口さん、この衝突安全についてどのような工夫がなされているのか教えてください。はい、まずボディですが、新環状肋骨構造ボディと言われる全方位からの衝突に備える独自の安全ボディを採用しています。これは、キャビンをピラーやフレーム類でカゴのように結合し、どの方向から衝突されてもキャビンの変形を防ぐことを目指した独自の安全ボディです。このボディによって私たちは守られていたんですね、はい、そしてこちら正面だけじゃなくて、そのあらゆる方位、全方位からの衝突に対応したボディだったというのには驚きですね。はい、またスバルが採用する水平対向エンジンは前面衝突時にはフロア下に潜り込みやすいという特徴がありますが、それだけでなく衝撃吸収のためのフレームを、左右対称に、そしてストレートに伸ばせます。そのため衝突エネルギーを効果的に吸収できるというメリットがあります。衝突安全性能に貢献しているというのを聞いたことはあったんですが、フロア下に潜り込む以外にもメリットがあったんですね。はい、そうなんです、さらに側面衝突に備えて車両の両側にのドア内に、剛性の高いサイドドアビームを採用。それに加え新環状肋骨構造ボディによって実現された光合成が衝突や横転の際にキャビンスペース全体を保護してくれるのです。そうなんですね、SRS サイドエアバッグや SRS カーテンエアバッグも側面衝突の際にドライバーはじめ私たち乗員を守ってくれるんですね。はい、その通りです。各エアバッグと内張り全体への衝撃吸収剤の採用によりキャビン内の乗員の頭部や体の保護を目指しているのです、万が一のための万全な備えが行われているんですね、はい、そして野口さん、はい、ちょっと話が遡りますけれども、はじめに歩行者保護も含めたということをお話しされていたんですが、これはどういうことでしょう。はい、はい、スバルは乗員だけではなく歩行者を含めたあらゆる安全に配慮しています、水平対向エンジンは他のエンジンと比べると前向が低いため衝撃吸収のスペースを広く確保することができ、歩行者が頭部を負傷する可能性の高いフード上に投げ出されてもダメージを軽減することができます、水平対向エンジンが低いことで、この低いことが、安全のためのさらに役に立っているわけなんですね。そうですね、はい、それから脚部に、衝突する可能性の高いバンパーも衝撃を吸収する構造を採用しています。また歩行者保護ヘアバッグを国内メーカーで初めて採用するなど、あらゆる安全に配慮した設計となっております、お話を伺ってみますと、60年前から変わらぬこの安全の追求、これはまさにスバルの歴史そのものと言ってもいいかもしれないですね、はい、今週のカフェのコーナーは衝突安全について富士スバル富岡店の野口さんにお話を伺いました。野口さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、カフェのコーナーでした。